ちゃんと休めてる。あ、でも昨日はね、すごい休んだ。でも昨日ね、かなり長くいましたからね、星町の家に。昨日星町家にお邪魔してね、クリスマスパーティー、なんかお母さんが星町の、母町が、めちゃくちゃご飯作ってくれてて、そう、去年もね、お邪魔したんだけど、今年も来ないってことでね、来ますーっていう感じで、お邪魔したんですよ。そう。ね、楽しかった、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ美味しかったしね。めちゃくちゃもうなんか、本当にホテルの、めっちゃなんかもう食べ放題みたいな感じで、並べてあってさ、もうびっくりしたよね。ねえ。そう。なんかね、母町と父町はね、よく見てるのよって、みこっちのことって言ってくれてね、嬉しかった。本当ですか？ありがとうございますって言って。ねえ。いや、ぬくもり感じたわ。母のぬくもり。みこもホームシックになりましたね。さすがに。でもあったかいよ。ほんと。楽しかった。昨日はね、もういっぱいね、みんなのそのホロメンの、なんか歌ってみたとかライブとかね、死ぬほど垂れ流しながらみんなでね、喋りまくってましたね、昨日は。ニコはね、もう年始はまだ実家戻らないかな。まあ、もう正月衣装もね、もちろんあるし、まあね、いろいろあるから、まあ、年始は帰れないよなーっていうのはね、言ったんだよね、そう。